皆さん、おはようございます。ゴールデンウィーク始まりましたが、自粛ですね。今週1週間、この朝の、ストレッチ、朝を始めるためのストレッチっていうのを、皆さんに提供できたらなと思うので、始めました。よろしければ一緒にね、毎日やっていただけたらと思います。じゃあ、ストレッチしましょう。あ、先に、今、レコーディングをしています。で、これを、後々、ちょっと編集をしてですね、また Facebook などにも上げる予定なので、映りたくない方は、カメラの方を、オフモードにしてください。はい。では、始めましょう。じゃあ、まずは手を合わせてですね、こすってください。手こすって、手温めます。温めたら、目に当てて、皆さん何時に起きたのかわかりませんが、僕は起きてまだ間もないので、皮膚から起こしていきます。はい、もう一度手を合わせて。はい、もう一度目に当てます。目を温めて、目を覚醒させます。でも、この人がオンにしてないだけだから出ちゃうけどね、もし。で、なるべく顎を柔らかく、で、ちょっと待ってね。ここにある。あ、こっちかな。顎を柔らかく、深呼吸しながらやってください。じゃあ今度は頭、皮膚から起こします。皮膚叩いて、はい、全身叩きます。全身叩いて、足も、お尻も叩いてください。はい、OK です。そしたら今度首いきましょう。手を合わせて、背中を立て、まっすぐ立てたまま、下に、顎柔らかく深呼吸して、朝ですので、新鮮な空気を吸って循環するようなイメージで、エネルギーが。はい、そしたら今度横に行きましょう。どっちからでもいいです。はい、反対。そしたら今度手で胸を押さえて、それをちょっと押しながら下に引きます。で、そのまま上。はい、じゃあゆっくり回しましょう。はい、反対。はいはい。そしたら今度、肩に行きます。肩なんですが、じゃあ最初まずこう、自分の正中線に親指から肘までをくっつけて、ここから自分の正中線を、に沿って肩を回していきます。で、この時こう、正中線、自分の正中線がずれないようにキープをしながら、肩を大きく後ろまで回して戻します。
自分のタイミングでやってみてください。で、反対も。はい、で、今度反対行きましょう。はい、反対回し。はいはい、OK です。そしたら今度ですね、手をですね、手をこう、はい、こうして、こうするね。で、その状態のまま、上に、はい、このまま上に持ち上げます。で、ここからさらに肩甲骨をさらに上にアップします。思いっきりグーッと上げた状態のまま、後頭部でも押さえながら、この手で大きく円を描きます。円を描いて、背中の背骨と立動して、大きく円を描きます。で、思いっきり肩甲骨を上げたまま、深呼吸して息止めずに、はい、で、今度は手をそのまま下ろさず、返して、反対側にして、反対回しします。はい、OK です。そしたら肩が疲れてると思うんですが、そのまま手を下ろさずに、今度はこう組んで裏返します。はい。で、今度は天使の輪っかを作るように、肩甲骨から動いて大きい円を頭上で描きます。で、反対回し。はい、OK です。ちょっと手を置いて血流を流しましょう。深呼吸して、顎柔らかく。はい、そしたらですね、次は背骨に行きます。背骨をですね、ここから、ゆっくり折っていくように丸めます。で、今度、お尻の方から立たせていきます。背骨を一個ずつ立たせていって、首まで。で、自分の呼吸と一緒に循環してください。自分のタイミングで、自分のスピードで。背骨を起こしていくように、朝なんでね、無理のないように。そしたらですね、はい、次今度はですね、同じことをするんですが、どちらでもいいです。右か左の足側の方を向いて、斜め45度を向いて、同じことをします。ではこうやって床を押さえていただいても結構です。ちょっと、背骨を回旋した状態で、一個一個動かすようにしていきましょう。はい、反対側行きます。
はいはい、OK です。今度は足の裏と裏を合わせて押さえた状態でいいです。はい、で今度は背骨の反対側ですね、頸椎の方から今度は頭から潜っていって頭から出てきます。頭から潜っていって頭から出てきます。で今度は背中を丸めてそのまま潜って呼吸と一緒にやってみましょう。はいはい、OK です。そしたら、今度はこのまま背骨を回旋して、ちょっとひねりましょう。後ろを向くように。はい、反対いきます。はいはい、OK です。そしたらですね、今度どちらでもいいです。足をですね、膝と膝を合わせて、で、前に倒れます。お尻ついたまま。で、柔らかい方は膝と膝を合わせた状態のまま、足を一本にしてみると、より効きます。はい、じゃあそしたらですね、その足が上のままもう一度今度は足を立てて、俺黒だと見えないね。足を立ててもう一度ひねります。でこの時できる方手に手をここ入れてキャッチします。キャッチをして後ろ向きます。体はひねります。はい、じゃあ今度反対になりましょう。誰か来たかな？来てないか。はい、すいません。今度は、反対側の足を上にして、膝と膝を合わせて、もう一度前に倒れます。呼吸忘れず、深呼吸して、新鮮な空気を吸って、循環するイメージを持って。
はい、そしたら上になってる足を立てます。こうね、足を立ててね。で、体をひねります。で、これも同じように、手ができる人は手を入れてキャッチします。で、後ろ向きます。顎柔らかく深呼吸して。はいはい、OK です。そしたら今度は足を伸ばして、ギリギリだな。足を伸ばして、今度は手を掴んで前に、難しい人は手を掴むとか、あ、もうちょっと簡単に行こうか。手を前に歩いていきます。歩いて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 、歩いていってもうこれ以上限界っていうところで、手を止めたまま脱力します。いや、朝だから皆さん硬いと思うんで、ゆっくりやりましょう。顎柔らかく深呼吸忘れずに。はい、そしたら手で歩いて戻ります。はい。そしたら今度、どちらでもいいです。足を膝と膝を合わせて、はい。で、片方の足を上に乗せた状態で、膝と膝を合わせた状態でもう一度前に歩いていきます。はい、じゃあまた手で歩いて戻ります。はい、今度は反対の足行きます。反対の足を上に乗せて、膝と膝を合わせた状態で、前に向かって手で歩いていきます。はい、手で歩いて戻ります。はい、OK です。そしたら今度は片方の足を曲げて、片方の足に乗ります。乗った状態。はい。乗ったまま前に歩いて、脱力。はい、戻ります。はい、今度反対側。足に乗って乗ります。はい。で、前に向かって歩いていきます。
はい、歩いて戻ります。はい、また誰かさんが来ましたね。はい、そしたらですね、はい、今度は、足をもう一度、最初曲げた方の足をこう曲げて、今度はこうかかとをアップします。小指、薬指の方だけでついて、かかとをアップした状態で、まあ手に、ま、歩いていくか、キャッチして足の裏側まで押さえて、で、伸ばします。この時注意点はかかとは上げっぱなしです。膝は落とす。かかとは上げっぱなし。はい。はい、OK です。反対行きます。足を曲げたら、かかとアップ。小指と薬指の方で着地をさせて、かかとアップしたまま膝を落とします。で、そのまま前に。はい、OK です。そしたら今度は足を片方立てます。はい、立てて、今度は前、こっちのお尻浮いていいです。前から後ろで手をキャッチします。手をキャッチ。はい、わかりますかね。立ててる側の、お尻が浮いてもいいので、立てて、こう前から後ろにキャッチをして、でこのまま顎が足につくように前に伸ばしていきます。はい、じゃあ反対行きましょう。反対の足も立てて、お尻浮いていいです。で、体を前から後ろに手をキャッチ。背中側でキャッチですね。こうキャッチ。はい。して、顎が足につくように、顎柔らかいですか？ぶら下げてくださいね。深呼吸しながら、はい、OK です。まあ、時間が間もなくなんでね。今度はもう一度足を立てます。はい。ごめんね、今日黒で分かりづらいね。明日違う色着ます。足を立てた状態で、今度はひねります。もう一度ひねります。で、この時、足の、立ててる足の、肩がこっち行くんだけど、こっからこっちに、出るかな。こっちに行くように、そう。で、背中でキャッチ。で、後ろ向きます。背骨から回旋させて、体をねじって、深呼吸とともに。これ無理な人はこう、こう、押さえてていいです。ここでね、こうやって。はい、じゃあ反対行きましょう。ちょっと待ってくださいね。
はい。で、今度は反対側の足を立てて、背中でキャッチ。無理な方はこう押さえていただいて大丈夫です。はいはーい、OK でーす。お。一人の方は入りたいけど入れなさそうですね。で、今度は、なんだっけ、どっちでもいいや。足を、付け根まで持ってきます。はい。そしたら今度、付け根まで持ってきたら、今伸ばしてる足を立たせます。この時、お尻が浮いていいです。はい。で、このまま、足をかけたまま、肩から、肩を前にして、そこから後ろで背中をキャッチ。で、前に倒れます。はい、OK です。じゃあ、そのまま、同じことしましょう。この足のままでいいです。これもまたひねります。これ僕できないんですけど、ヨガで柔らかい人はこれもまた手がいってこう、できるっていうね。僕はできないです。できたことがない。体をね、立ててる足側に向かって、体をひねりますね。はい、OK です。今度は反対行きます。反対側に足の付け根に持ってきて、今伸ばしてるこっちの足を立たせます。はい。お尻浮いてていいです。で、肩を前に持ってきて、前から後ろでキャッチ。顎が地面につくように呼吸をします。お、もうやべ、時間がね。はい。そしたら今度足を立てたまま、ひねります。ひねって後ろ見て、顎柔らかく、深呼吸と一緒に。あと10分で終了ときちゃいましたね。はい。あと10分できるね。はい、じゃあ最後行きましょう。はい。なんだっけ。足をですね。足ね。はい。足を。はい、伸ばします。フレックス。これフレックスって言います。はい。つま先、かかと上げるぐらいまで。はい、つま先伸ばす。はい。つま先自分に向ける。で、今度、交互。チェンジ、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 
チェンジ、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 はい、はい、はい、はい。え、そしたら今度回します。足組から、回す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 。はい、反対側、回す、回す、回す。はいはい、OK です。じゃあ最後にちょっと深呼吸しましょう。ポーズ。楽な体勢であぐらをかいたまま、背骨をピンと立たせて、自分の中心軸だけがスッと立っている状態のまま、他はリラックスします。目閉じていただいて、鼻から呼吸をして、循環させるようなイメージで。今日やりながら聞いてください。今日一日これからいろんなね、お仕事やら何やら、家事やら何やら始まると思うんですが、ふとした時にね、歯っていうか、顎がうって噛んでないかっていうのを確認してみてください。なるべく、なんか生きてるとね、結構テンション入れて生きてる生活をしてるので、うって噛んでてると意外とストレスが溜まって疲れるんでね、これは、ぶら下げることもね、大事なんで。リリース、脱力する。あと肩とかもですね。なんかいろんな作業をしながらでも抜けるところは抜く。必要なところだけを使って、無駄なところは抜いていくってことをしていってください。確認してみてください。はい。じゃあ、こんな感じですかね。まず、ゴールデンウィークね、始まって、あれですが、これ、明日の朝も朝7時から、7時半か、から、始めていきたいと思うんで、またよろしければ、今週1週間頑張りたいと思います。起きれるかわからないけど。なので、皆さんまたよろしければご参加ください。それとですね、僕のウェブサイトだったりとか、Facebook のイベントページなどを見てもらったらわかるんですが、これ、投げ銭システムになってますので、もしよろしかったら投げ銭していただけたら幸いです。ここの下、スクロールするとね、チャットっていうところがあって、そこに、投げ銭してねって書いてます。よろしければ。で、ここの、まあ、ペイパルが必要なんですけど、ここに、まあ、ワンコインでも何でも、なんか、金額は設定していただいて大丈夫ですので、まあ、僕も仕事がなくなってしまったので、応援していただけたら幸いでございます。じゃあ、皆さん、朝のストレッチご参加ありがとうございました。夜のストレッチは考えてるんですが、ごめんなさい、今日は別のテレワーク、ディスカッションがあって、できませんので、明日の夜から始めたいと思います。はい。ので、明日の朝また皆さん来てください。ありがとうございました。じゃあねー。